はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今回もですね、YouTube から発信しますけども、面白ジャズのプチ歴史、今回もさつきちゃんに、お付き合い願いまして、はい、2人で楽しく進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まあね、ほとんど10分15分ぐらいの短いあれなんで、うんうん、その間に皆さんにね、ちょっとでもジャズのいろんな歴史的なこととか面白いことを、まあ、覚えて知っていただければなと思ってやってますんで、どうかお付き合いください。さて、さつきちゃん、今回は第2回目ということで、はい、うん、2回目、今日はね、ビートっていう、ビート、ね、まあ、ビートっていうと、ね、ビートたけしさん、ビートたけしちゃうだろ、ビートちゃうだろ、ビートきよし、まあ、ビートっていうとね、本当に皆さん多分聞いたことある名前だと思いますが、2ビート、4ビート、うん、8ビート、16ビート。はい。これみんなね、音符ってあるじゃない、うん。例えば2分音符とか、はい、4分音符とか、8分音符とか、うん。あれがメインでできてる、そういう音楽なんですよ。うん、まあ、それがリズムとかベースとか、まあ、メロディーに生かされてるっていうね、はい。そういうところをちょっと紐解いていきたいと思います。はい。では、まず、2ビートからね、ちょっとお話ししていきたいと思います。うん、まあ、今このジングル、面白いですね、はい、終わりましたけど、はい、2ビートっていうと、さつきちゃんは何か思い出す、何かありますか？2ビート、うん、なんか、うん、まあ、ゆったりっていうかね、うん、そうね、こういう、そう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 、例えばさ、運動会、更新、うんうん、運動会でこう入ってくるときに、多分今の運動会ちょっと分かんないんですけど、僕ら子供の頃は、行進曲が鳴ってさ、はい、そこみんなでわーってこうって、うんうん、で、大体その時に、一緒にこう動いちゃう人がいるんだよ。緊張しちゃう。ね、手と足がね、一緒になっちゃう。マーチっていうのは、あれが実はさ、はい、2ビート、うんうん。あとね、サンバ、ブラジルのね、うんうんうん、あれ、ドンチキドンチキって、あれも2ビートなんですよ、うん、はい。で、じゃあジャズで2ビートって何かっていうと、代表的なのがこれなので、ちょっとまず聞いてもらいましょうか。はい、ほら、これスコット・ジョプリンっていう人のね、はい、曲のラグタイムの曲ですけど、うん、結構映画でも有名になった曲だよね、これ、うんうんうん、ジ・エンターテイナーっていう曲ですよね、はい、で、これもワン・ツー・トン・ツー・トン・トンっていう、こういうの、まあ、ジャズで言うと2ビートですね、はい。やっぱり一時代このラグタイムって非常に流行りましたね、うん、1910年代ぐらいかな、うん、こういうのが流行ってた、ほんとジャズの黎明期の頃ですよね、はい、で、ラグタイムっていうのはさ、だいたいピアノの曲なの、はい、で、黒人で、まあ、奴隷としてみんな連れてこられたんですけど、うん、まあ、その中でもね、農場主が、うん、ちょっと君は僕のお手伝いしてくれっていうのが出てきて、はい、で、そういう人らはね、例えばその、まあ、ヨーロッパにクラシックの勉強に行くこともできたし、絵がやりたいって絵を描くこともできたし、はい、あとよく昔の、まあ、例えば風と共に去りとかで、メイドさんが出るじゃん、はい、黒人のね、ああいう人たちも、まあ、要するにクリオールって言われてる人たちで、うんうん、まあ、そういう、まあ、身の回りの世話をする人とかね、うん、いたりもする、うん、で、そういう人たちがヨーロッパに、まあ、例えばその勉強に行ってクラシックを学んだ人たちが戻ってきてやり始めたのが、うんうん、ラグタイムなの、うん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 、なんかこう非常にこうなんかワクワクするじゃん、はい、だから当然これはダンス音楽でもあるわけですよね、うん、いいですね、ってことはさ、はい、やっぱりジャズは踊れなきゃ、そうですね、うん、ジャズで踊りましょう。ということで、これ2ビートですね。はい、これ2分音符、まあ、うんうん、1、2っていうのが基本、うんうん。さて、では次。あら、シージャン・ブルースって出たね。これはかの有名なデューク・エリントンのね、曲、うんうん、だけど。シージャン・ブルースって、さつきちゃんさ、はい、歌詞ってある？ないんじゃないですかね。スキャット。聞いたこと、うん、ないと思うんですね。ないよね。で、まあ、これは4ビートという、うん、まあ、要するに、1、2、3、4分音符がね、うん、こうメインになっている、そういう、まあ、曲なんですよ。で、ほぼ、まあ、ジャズは大体、その4分音符がメインだけど、ベースだけ、このね、これ、
これ1、2、3、4、1小節に四分音符が4個なるので四分音符だよね。こういうやつだよね。で、それを例えばちょっと弾いてみると、はい、イエーイ、スキャットできるな。C D A ラバトレアレアラバトレアレアラバトレアラバトレア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 レアラバこういうやつ、こういうやつですよ。ワン、ツ、うん、ー、まあ皆さん多分ご存知の、まあ、ジャズってこういう感じ。うんうん、まあ、これが大体4ビート。うんうん、まあ、でもあのジャズもね、どん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 こういろんなビートを取り入れてくるので、はい、今度はね、ジャズの後にロックっていう、うんうん、まあね、ジャンルが出てきますよね。はい、そのロックのまあ基本的なビートっていうのはまあ8ビートです。うん、ってことは、8分音符が基本になっているということですね。うんうんうん、この8分音符のじゃあ、ところで、はい、さつきちゃんどうですか？一曲あの歌ってみない？イエーイ、なんかちょうど今の時代に、はい、この時世にぴったりな曲ですよ。ぴったりっていうのは変な言い方だけど、はい、例えばさ、イマジンとかね。うんうんうん、いいですね。Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky.Imagine all the people living for today. Yeah. Yay. こっから有料だ。こっから有料。今日はここまで。今日これってさ、要するに8分音符で1、2、3、4をカンコンカンコン、これがね一個一個の8分音符なんです。そうですね、まああんまりこんな感じしかなかったけど、うん、まあタントン、これが8分音符なんで、はい、これでドラムがズンツッタッズンズンツッタ、ベースのドゥーンツッドゥーンドゥーンとか、こういうのが8ビートになるんですね。はい、うんうん、まあ、だからこういう音楽皆さんもたくさん多分聞かれたと思います。ジャズより多分多く聞いてるよね。多いでしょうね、一般の方はね。ね、さあ、ということで、これが8ビートでした。はい、じゃあ、今度は16ビート。これをもっと細かく、うん、そう、細かくしたものが、実は、今回はね、はい、ちょうど今の時世にぴったりな、うん、もう戦争やめよう、うん。ね、いろんな差別もやめようってことを歌ってる、マーヴィン・ゲイ。イエーイ。さつきちゃん、マーヴィン・ゲイって、何か知ってる？何かって変な質問ですけど。何か知ってるっていう。男だよ、うん。それは知ってますけどね。まあ、かっこいいっていうか、うん、かっこいい曲いっぱい、ね、書いてますね。まあ、見た目もさ、僕はちょっと個人的なあれですけど、はい、クインシー・ジョーンズにすごい似た感じの顔つきだなっていうのと、まあ、非常に男前ですよ、うん、イケメン。ね、ところがね、非常に45歳の誕生日の1日前にお父さんに銃で撃たれて、うん、まあなんかね、その夫婦でお父さんとお母さんなんかやってたの止めようとして、なんかのはずみで撃たれちゃって、はい、うん、あ、巻き込まれちゃって、うん、っ
当にまあね、まあ、本当残念ですね。すごいいい曲書いてるし、才能あふれた人なんだけど、この人がこのやって What's Going On っていう曲なんです。あれもすごいいい曲なんだけど、歌詞の内容は本当今にぴったりな。しかもこれ今回日本語で歌詞が出てますから、皆さんもこれ見て、なるほどこういう歌だったんだと思っていただける。はい、では、ちょっとまあ聞いてみましょう。はい、あれこれじゃなかったっけ、これか、こっちだ、この音楽。 So if you insist, full of promise and determination, unity and humanity, my loved ones, today is the birthplace of forever. Yes. ヒットしたよね、この曲ね。今聴いてるのね、かっこいいね。すごいジーンと飛んだよな。このサビがまたかっこいいんだよな。髪が縮れてるということだけどね、差別されてる、これ要するにビートが16ビートね、が基本になって、いろんな名曲ですね。いろんなとこでマービン・ゲイを歌ってるよね。まあ、皆さんもね、多分いろいろねマービン・ゲイをこうちょっと YouTube とかいろんなのが出るので楽しんでもらえると思います。本当曲としてもねすごいいい曲だね。ねさあさつきちゃん、そんな感じでね、はい、今回も短い間でしたけど、ビートの話をしてきました、2ビート、4ビート、それから8ビート、16ビート、僕が知ってる範囲では32ビートってあるのかなって思って、あんまり聞かないですね。ね、あんまり聞かないです。あんまり細かいと、きっとまあ、踊りにくいってなるかもね、逆に言うね、はい。ということで、今回は、ビートの話をしてきましたけども、さあ次回はですね、今度は第3回目っていうことで、ざっくり年代別に分かれたね、ジャズの話、とりあえず、1900年ぐらいから、40年ぐらいまでを本当ざっくりですけど、お話をしていきたいと思います。ということで、さつきちゃん、今回も本当ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた次回、皆さんさよなら。さよなら。
失礼します。